はい、今日は7月23日、朝4時なんですけども、ADA のチャートを見ています。まあ、ずっとね、ADA のチャートを見てるんですけども、これご覧いただいてわかるようにですね、ちょっと目の方を照らしますね。どういうことがこれから見えるのかと言いますと、まず一つ目なんですけども、長い間のね、安値のレンジっていうのがありました。本当はもっと安いんですけども、2円とか4円とかね、あの辺のところは後でクローズアップします。もう30日前でいてこうなんですよ。で、今、ここですよね。だからね、ここの2つ目の、これですよ。このレンジに入ることをやっぱりね、考えておかなくちゃいけないんですよ。で、上昇トレンドはここで起きてますんで、当然ですけども、仕込みをね、ここでしとかなくてはならないんですけども、その辺の解説は限定動画の方でさせていただきました。ということで、そこで仕込んだ方は、ここに移るときに大きな利益を得てね、興奮していると思います。で、ある意味、利確した人がいます。その利確した人はこういう流れを作ってましたね。で、ここでさらにね、押し目買いをした方がこの流れを作ってます。あとは大体同じようなもんですね、こういうふうに動いています。で、現在ですね、この価格に安定しているってことは、まあ、売り買いが大体落ち着いてきて、この ADA のチャートからね、一呼吸を置いてるところがあるんではないかなと思います。それではね、直近の14日足の方を見ていきますね。これですね。はい、14日なんですけども、14日足を見ていくと、さらに顕著に分かります。高値っていうのがどこで形成されてるかってこと、赤で。高値はここですね。一番高いところ。で、安値はどこかというと、安値はここですね。この2つを横に伸ばして、レンジっていうのが作られます。こうですね。12円から 14.5 円のあたりです。で、ここでですね、現在地っていうのはちょうど真ん中ぐらいいますよね。ここでしっかりと買っていけば利益を取れます。もちろん下がることもありえますんで、ロスカットラインっていうのは必ず引いておいてくださいね。ただし、12円を割るような動きは、ここで言っておきますけども、ないですね。12円は割らないんで、12円付近になったら、ドカドカと買っていってください。その他の方が先に買いますよ。ちょっと躊躇していったら。で、12円に近づいたら、こういうような動きが見て取れます。で、今度はね、14円の枠を突き破って、15円から17円というレンジがもう次入るわけですよ。で、その辺のことっていうのは、前回、もう一個前のね、解説ですね。先ほどのお話したように、ここの間に私の言う通りに仕込んでいた方ってのは、このトレンドに乗れてるわけですよ。で、一旦このトレンドに、この新しいね、ゾーンに入ると、もうここからは抜けないんですよね。下の方に抜けないと。この、ADA っていうのは、新しいニュースが、どん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 出てきて、この上昇トレンドで、新しいフェーズに入った人っていうのは、その ADA のね、明るいニュースに支えられて、もう落ちないところまで行くんですよ。これを繰り返していきます。はい。では、最後、180日を見てみますね。これ、180日足なんで、半年足ですよ。半年前にはどんなレンジを書いていたのかってこと、わかりますかね？見てください、これ。2円とか4円とか、ずっとやってたわけですよ。で、私のお話した時っていうのは、どういう時だったかっていうと、これがね、10円とか、20円とかになっていくんだってことを、切々と語っていたのがここですよ。この時信じられますか？2円、3円、4円をうろうろしてる時に、これは10円とか20円になるんだっていうふうに、私はずっと力説していって、で、こういうふうな上昇トレンドが中に起きているような気がしますけども、これは全然そうではないと。これは単なる誤差だから、そんなものではなくって、まず次のフェーズは6円から8円に入っていく。2円から4円のフェーズが6円から8円に入っていくっていうふうに予言をして、その通りになったわけですよ。で、その次に12円、14円、今、こちらの方に入ってますよね。で、何の保証もないです。何の保証もないんですけども、私の FX の理屈をもってすれば、この流れっていうのは、このトレンドっていうのは、私の筋書き取りに起きてきたし、それに合わせて私も購入してきましたし、私と同じ考えの人が購入をしたからこそこの値段の上昇ってのがあったんですよね。で、次なんですけども、20円に向かっていくという風な私のシナリオ。どこまで当たるのかね、わかりません。ここまでがうまくいって、ここからは何の保証もないっていうのはまた続くんですけども、さらに仕込んでね、20円、30円取っていこうかと思います。特に今回のね、8円付近から12円付近のこの4円の吹き上げ 1.5 倍っていうのはすごく大きかったですね。私の資産もガボッと増えました。
ADA っていうのは買い続けてなんぼですね。で、利確して売るときっていうのは私が完全に暗号通貨の市場からも撤退するときです。すべての投資活動をやめるときに、すべてを全決済して、そこで私の投資人生も終わるということですね。それを大体私は50歳まで、あと3年間のうちにやっていこうかと思っております。それでは本日は以上です。ありがとうございました。